この東大通りの一番目立つところでロケをしています。さあもうサポーターの間ではもう話題で有名ですけれども、アッパホテルさんがオフィシャルクラブパートナーについていただきました。ゆず君も記者会見に出ていただきましたからね、はい、ありがとうございます。ということで今日はこのアッパホテル新潟駅前大通り、そして隣にありますマンションザ・プレミア新潟駅バンダイにやってきました、はい、ゆず君はあのモデルルームとか来たことありますか？見たこと。モデルルーム初めてなんで、はい、楽しみにしてます。モデルルームだったりこのアパホテルを今日は見学させてもらいます。はい、ということで行ってみましょう。行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。アパ株式会社新潟支店の斉藤さんにいろいろご案内いただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お、素晴らしい模型が、これが今年2月にオープンしたアパホテル、そしてこの隣にあるのがもういよいよ入居可能になるマンションなんですよね。はい、こちらがザ・プレミア新潟駅バンダイでございます。ザ・プレミアです。あ、この名前がゆずくんに、上の方に住みたいですね。ここら辺、はい、ぜひぜひ。全部で何部屋ぐらいあるんですか？全部でマンションの方はですね212世帯ございまして、建物の高さは全部で19階建てになっております。マンションと一体開発ということで、マンションのオーナー様はホテルの一部施設もですねご利用いただける特典がついております。どんな施設があるんですか？例えばあの大浴場とか、うん、あのフィットネスルームってあるんですけれども、そういったところを月額制でご利用いただけます、はい、いやそれ結構魅力的ですね。大浴場とフィットネス使えるって ね、 そうですね。素晴らしい 駅からも近い立地で完璧じゃないですか、はい、本当駅前ですもんね。駅前めちゃくちゃいいところにありますからね。これだけの一体開発でございますから、あの、まあ、かなりの規模になるんですけれども、はい、今回は非常にいいものを作れているなと、はい、じゃあ今日はこういったマンションそしてホテルを案内してくれるということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。いや楽しみだな。初めてのモデルルーム。初？初です。人生初モデルルームです。どうぞ。すいません、失礼します。うわー、ここまだモデルルームではないではないですよね。すみません、なんかもう、ここがもうザ・プレミア。この辺りから実際のマンションを再現しております。はい、急にマンションっぽくなった。確かに。そうですね、はい、廊下の部分もう廊下の地面とか、はい、なるほどなるほど、すごいですね。で、鍵はあのタッチしていただいてかざしていただくと、これで今施錠になっております。はい、でもう一回あの ご帰宅の時はかざしていただくと、これで今解錠になっております。かざすだけで開くんです。そうですね、はい、鍵の形なのに鍵の良さ良さか一応これも鍵も使えるんですか？鍵もこういったところをかけることができるので、はい、使うことは可能でございます、はい、お邪魔します。ハロー。いやーすげー。うーわー、うおー、いやーすごい。めちゃくちゃおしゃれな作りになってますね。でここのタイプが 3LDK の間取りでございまして、全部であの大きさとしてはだいたい70平米のプランでございます、うん、こちらはどういうことになってるんですか？これも洋室の一つという形で、今回モデルルームで、はい、あのダイニングルームという形で作らさせていただきました。これ開けていいですか？どうぞ。はい、ここ上げっぱなしにもできるんですか？あ、そうです。そのままこうこちらに開けていただくと、あ、なるほどなるほど。ゆず、今日もお疲れ様。お疲れ。疲れたよ今日は。練習疲れた。ハードだったの？めちゃめちゃハードだった。リキさんにめっちゃ走らされてさ。うわ、あの監督本当にさ、もう顔もさいかついけど練習内容もいかついんだね。そうなんだよ。美味しいご飯作ってよ。やっぱり食が大事だからね、うん、今作るからちょっと待ってて、先にお風呂入らなくていい？あ、じゃあ先にお風呂入ろうかな。じゃあお風呂に案内するわ。はい、ご案内します。すいません。あ、広い。めっちゃ広い。広い。これはここで人一人住める？あ、いいっすね。足もちょうど伸ばせて。どうですか広さ的には？もう最高です。最高。はい、これテレビも見れたら、
これオフの日多分 2,3 時間入れますね。ここ 2,3 時間入れちゃいますよ、ね、はい、このテレビが。ゆずる、ご飯できたよ、早く上がっておいで。まだ入れますそれ。おお。ちょっと書斎のイメージで、ね、ああいいっすね、はい、でもここに住んだらここが完全になんかゆずルームみたいな感じで。そうですね、夢の形としてはやっぱここを僕の部屋にして、ここでなんかパソコン開いてこうやりたいですね。ズーム会議でも。何をやるの？ズーム会議ズーム会議でも言ってることがサラリーマン。サッカー選手じゃない。いいな。でもあのバルコニーすごく広くないですか？はい、バルコニーはだいたい奥行き2メーターほどございまして。2メーター、はい、これプールできますね。そうですね、はい、はい、あの置いていただければ。そうですよね、はい、確かに子供の、子供の全然。そうなんです、今このぐらいなんで本当こんなちっちゃいプールしか置けないですよ、うん、自分も入れちゃう、ね、あ、入れるし、これいいですね。ちょっとしたなんかトレーニングとかもできるし。キッチンはね、やっぱり奥さんが重要視するんで。キッチンで言いますと、うん、今回採用しておりますのはディスポーザー。ディスポーザーって何なんですか？はい、生ゴミ処理機でございまして。なるほど。こちらでございます。まあ、ここにですね、ご飯ですとか野菜の切りくずとかを入れていただきまして、はい、でこれがもうスイッチになっているんですけれども、はい、水を出した状態でオンにしていただくと、うん、あの裁断が始まります。で生ゴミを、そうですね、細かくしてそのまま放流するという形ですので、あとまあ匂いの改善というところもありますので、非常に好評いただいております。めっちゃいいな。これは世の奥様方、または料理男子、すごくいいですね。そうですね、はい、失礼します。寝室広いですね。広いですね。大きさとしては 6.1 畳の洋室です。うん、はい、おお、すごい。なんすかその部屋は。これなんすか、ウォークインクローゼット的なことですかね。はい、ウォークインクローゼットで。広、これはかくれんぼに最適ですね。これはそれはかくれんぼできちゃうね。はい、絶対ここ隠れますよ、うちの娘。この全身鏡があるのもまたいいですね。あれも最初からついてるんですか？あれオプション、ね、オプションですよね、はい、いやでもこうやっていろいろ、まあオプションもそうだけど、やっぱ便利あると便利だよっていうところをこうやってモデルルームは再現してくれてるから、はい、おっしゃる通りで、あのこういうふうにさせていただくと私もこのようにしたいということで、うん、イメージがこうつきやすくなりますので、そういった意味も込めてあのつけております、うん、でも斉藤さん、これもうこんだけいいお部屋埋まっちゃってますよね。おかげさまで大変多くの方に好評いただいておりまして、あの回数に限りはあるんですが、あのまだまだご検討いただけるあのプランございます。でも待ってきてるということで、お早めに、お早めに。僕ですか？そうですね、はい、ぜひ検討します。よろしくお願いいたします、はい、はい、ということで、あのホテルの方のお部屋にもちょっと来ましたけれども、めちゃくちゃ景色がいいですね。ビッグサンも見えますよ。最高のロケーションですね。最高ですね、はい、マンションにあの住まわれた方は共用施設もそうですけど、はい、このお部屋も実際なんかお得に泊まれるんですよね。はい、あのマンションのオーナー様になっていただきますと、あのこちらのツインルームですと、あの1泊5000円でシングルは3000円でご利用いただけます。めちゃくちゃ安いですね。いいですね。誰を見ますか？いや、まあ家族が来た時とか、うん、はい、ということで早速練習を開始しましたけれども、今日はたくさん見てきましたね。どうでしたか？いや、もうめちゃくちゃマンション欲しくなりましたけど、うん、まあ、やっぱサッカー選手移籍がつきものなので、うんうん、ちょっとそこの不安はあります、うん、どうですか斉藤さん、こう言ってますよ、はい、まあ、そんなこと言ってたらいつまでも買えないの で、 そうですよね、まあ、新潟のこの土地で是非一つ買ってください、うん、買ってください、お願いします。と妻と相談して検討します。お願いします、はい、あのモデルルームにお越しの方にはアルビグッズが当たるキャンペーンも実施中ですので、ぜひモデルルームの方にもね、はい、皆様たくさんお越しいただければと思います。さよなら。あ、練習やめない、やめない、練習、はい、頑張って頑張って、もっともっと、はい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 、はい。